はい、1、2、3。山田亜美さん、30歳。都内の介護施設でリハビリをサポートする作業療法士として働いていますが、自身も左半身麻痺の後遺症を抱えています。手首から先がやっぱり障害が残ってるので、ちょっとだけ握ることができる。22歳の時、山田さんは駆け出しのアイドルとして活動していました。異変が起きたのはまさにステージの上。ダンスパフォーマンス中、突然その場で大きく転倒。立ち上がってダンスを続けますが、動きにキレはなくなり、ふらつくような様子も見られます。すごい大きな耳鳴りがして、それと同時になんかブチっていう音が耳元で聞こえたんですよね。前後が曖昧で、もう本当意識がただ目開けてるだけみたいな、ぼーっとしちゃってるっていう感じです。その後緊急搬送され、一命は取り留めたものの、脳卒中の症状だと判明しました。リハビリに励みましたが、後遺症が残り、社会復帰は困難を極めました。作業療法士になるための学校に通おうとしても、受け入れ体制を整えられないということで、やんばり遠回しに来られてもっていうことを告げられたり、テストみたいなのがやっぱりアルバイトでもするので、やっぱそれに引っかかって落ちるっていくことがほとんど。厚生労働省によりますと、現在国内で脳卒中患者は174万人いるとされています。ただそのうち仕事に復帰できた人は3割に届かないという調査もあります。山田さんの場合、今の職場で働けるようになったのは周りのサポートが大きいと話します。身体的な介助できないよねだったら、私の代わりに他の方が介助についてくれたりとか、高いところに結んだりできないので、さりげなくそれを戻してくださったりとか。脳卒中患者などの就労支援を行う施設の代表は、企業の方でこの脳卒中っていう障害を理解してもらうところが一番最初じゃないかなと思ってるんですね。そこが整わないと行政も動きづらいと思うんです。脳卒中になった人でも働くことができる社会に。私にはこういうハンデキャップがあるから、こういうところに配慮してくださいって、そういう窓口があったらもっとなんかいろいろスムーズに、ハードルが、ね、そんな高くなく超えることもできるのかなとは思います。